そうなるのか、うん、同じぐらいトントンやね。世界情勢を勉強してしまいましたね。すごい多分やってよ。多分やってこれ。じゃあ次いきます。はい、お願いします。一生いっぱい、一生いっぱい、一生いっぱい、一生いっぱい。小説走れメロスの作者はウェブネームほず おさむさんより。長寿は本当ね、もうビシッと決めろよ、お前ダサいからさ。何が お前ダサいよ、なんか何がダサい、嘘、俺の何。ほら、ウェブネームおさむさんがね、はい、きちんと書いてくれてんじゃんか。ダサい長寿くんのためダサい長寿くんのためにウェブネームおさむさんがですね、走れメロス、はい、走れメロス、え、わかんない。でもメロスってことは、うん、はい、あの僕思うんです。あのメロスってことは、海外の小説を日本版にアレンジしたんだと思うんですよね。あ、じゃあ答えをどうぞ。待って、もうさっきガンジーって言ったからガンジーしか出てこない。もう海外の人ガンジーしか出てこない。ガンジーかもうウィッキーおじさんしか出てこない。もうね、出てこない。うん、ウィッキーさん。ウィッキーさん。ウィッキーさん。え、何？何？答え何？ウィッキーさんで。もうね。ガンジーか、離れたけど、いや、そんなんからヒント出したんだよ。え、なんでか、答えは、うん、太宰治さんです。あ、だから、ダサいと、ウェブネームおさむ、そういうの言ってたんだ。そうそう、俺はね、もう今、頭の中ガンジーしかいない。海外人が。ガンジー。あ、日本の人なんだ。そうです。勉強になりました。はい、はい、じゃあ、続いての質問、一勝二敗です。一勝二敗です。今回ちょっと、ダメだね。前回良かったので大丈夫です、大丈夫です。ヘモグロビンは人間の体のどの部分に存在するでしょうか。ウェブネームてんてんてんさんより。ヘモグロビンは何ですかと僕は逆に質問したいですね。わ、分かってないヘモグロビン。ヘモグロビンってホルモンみたいなやつ、なんだろう。けど答えになっちゃうもんね、俺が今言っちゃうと。まあだから多分、でも難しい名前だから難しさとかになる。はい、はい、どうぞ。リンパ腺。まずね、今日ちょっと俺は悪い、ごめん、リンパ腺の方が分かんない。ヘモグロビンを聞いたことない。ヘモグロビンがどこにあるか、はい、答えはですね、血液中に存在し酸素を運ぶ役割を担う物体のことをヘモグロビン。ヘモグロビン、ヘモグロビン。じゃあね、あのマラソンして疲れるとですね、ヘモグロビンがこういっぱいいっぱいになってるってことなんですよね。あ、そういうことです。だからマラソン選手はヘモグロビンを運ぶ力が強いってことですか。あ、なるほど、なるほど。大事なものなんだ、ヘモ、うん、ヘモグロビン。ホモグロビン。どうしたらジャンルが違っちゃった。ジャンルが違っちゃった。ちょっとの勇気、少し勇気がある世界。危ない。俺は知らないけど、少しの勇気で僕もいけるみたいな。いける世界、はい、大丈夫ですよ。じゃあ次行きたいと思います。はい、怖いものなんてない。ないよね。はい、うん、体を強大にして寝不足して、そうですね、寝不足して根っこを張ってツーって感じ。イーコール MC 事情、はい、この公式を発見した人物の名前は、はい、ウェブネームアベッコさんより。これはちょっと今日はレベルが高いでございますね。うん、うん、まあ、歌詞にもつ、ね、外れたらまた不快なギャグいくよ。そう、とうとう来る、来るよ。な、いきますよ。ステージな、はい、うん、あの罰ゲームで不快系の、いい、若干俺も不快。ある曲に歌詞にあったな。イーコール MC 事情なんかすごいぞ。メインコア、メインコアは人じゃないと思うから。メインコアさんっていう人。かっこいいけど、うん、はい、はい、どうぞ。いや、もう勘定。はい、ガガーリン。いやいや、ガガーリンさ。あのね、前回ね、あの Google Earth のは、あの、たまたま方がね、でね、ちなみにね、ガガーリンって、タマと俺が言ってんのに、うん、ガリとか使うから。なんか最近そういうのが離れた人ちょっとまあ、新しく覚えた人は違います。違います。じゃあ、残念なんで。ガスに、マサだね。いや、答え言ってから。答え言いましょう、まず。答えは、うん、アインシュタイン。あ、アインシュタイン。ガスに、かぶってるよ。声かぶっちゃった今。ごめん、リセマなんですから。ごめん、ちょっと。オッケー。せっかくのリセマ。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあアインシュタインですね。アインシュタイン。うん。でちなみにですね、あのバックトゥザフューチャーのですね、
あのドク博士が飼ってた犬もアインシュタインというの白い大きい、はい、ああまあ秘密のトリビアっていう感じ。あ、なるほど、はい、できないです、うん、アインシュタイン、覚えた、アインシュタイン。じゃあラスト2いきますよ。ラスト2、うん、はい、お願いします。さらにね、うん、不快なギャグが待ってるから。いきます。魚のヒラメとカレイの違いは、ウェブネームねぶたさんより。ねぶたさん、レベル高いな。もう今日はね、難しいよ。ヒラメと魚の違い、え、ヒラメとカレー、カレー、まあ言うても2匹とも地べた張っとる魚だけどね。魚か、ヒラメとカレー、ヒラメは骨がある、カレーは骨がない。めぇ、魚ですよ。わかんないから。じゃあ修二君、答えをどうぞ。正解は目の場所。ガスにマサだね、マサだね、マサだね。ピッて目がこんなになってる。腹立つ、腹立つ。目がですね、こうずれてんすよ。あ、そうなの。上から見ると、上から見るとね、ヒラメとカレーは、ヒラメもカレーもずれてる。ヒラメもカレーもずれてるんですか。両方上にあるんですよ。うん、上から見るとずれてんだよね。で、どっちかがこうなってるの。あ、うまい、マニアックな違い。なるほど。これはね、ちょっとね、難しい。難しい。難しいよ、デブタさん、これは。ちなみにですね、海、砂浜でからでもですね、カレイを釣ることができます。はい、天秤というですね、仕掛けがあるんですね。はい、投げ釣りでね、はい、天秤っていう仕掛けがあって、はい、ガマカツっていうね、こうメーカーから出てるものをピッとつけて、噛みつぶしをちょっと重りをつけて、はい、ピュッと投げてね、はい、ちなみに司会者はとカレーを釣ったことがあります。こんぐらいの。あ、すごい、うん、普通に食えるじゃないですか。一緒にアイナメも、うん、釣ったりとかね。深海のね、魚はね、ギュッと肉が締まって美味しいです。おお、詳しい。うん、うん、ちょっと行きます。次ラストのラストで。ラストか、頑張ります。とうとうラストよ。はい、しっかりしてよ。もう一発しか当ててないですからね今日。大丈夫、初め簡単だったの。もうね、最後どでかいね、うん、ふっかいギャグがいくから。気をつけて。気をつけて。いきます。はい。人民の、人民による人民のための政治。この有名なセリフを言ったのは誰？ウェブネーム、エビちゃんさんより。え、エビちゃん？エビちゃん？エビちゃん？え、モデルの？え、人民の人民による、俺なんかそれ、高校の時なんか。なったね。なんか現代の人間。ピーポー、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 フォーダーなんとか、なんかフォーダーロリーみたいな。そうそうそう、そんな感じ。これはわかるでしょう。これはね、ほんとね、僕も結構大好きな人なんですけどね。うん。そう。こう。あれですよね。外人ですよね。外人です。外人ですよね。北と南にね、こう分かれてね、戦争になったんです。内戦が起きたんですね。あるでっかい超大国のね。はい。うん、でっかい超大国の。で、そこを戦闘を切ってね、こう戦った人がいます。ちなみに初代大統領です。お、うん、え、初代じゃない。何代目？あ、みんなが初代はワシントン。お、何代目？わかんないこれ。あ、そうだ。あんまり言っちゃうと。初代ワシントンで、南北戦争が起きたんですよ。いや、もう、だいぶ絞り込めた。もう大統領の名前。大統領の名前。大統領。何代目か。うん。大統領、ブッシュさんしか知らない。ブッシュ？ブッシュさん、何も。はい！はい。どうぞ。チャールズ！チャールズ？チャールズっていなかったっけ？それは。チャールズ！俺、チャーチルは知ってるよ、イギリスの首相の。わかんない。チャーチル、うん、タバコくがいてブーってやってる。あ、そんな人いたの。じゃあ、答えはですね、はい、シュージ君の方。よし。答えは、リンカーン。まさに、ガス。今の何？今の。今の何？キモい、今の。キモい。うん。ショウジ君の味を混ぜてみた。あ、そうなんだ。よくわかんない。全くよくわかんないよ、先生。なるほどね。チャールズじゃん。リンカーン。リンカーンです。あれ車の名前。いや、車の名前もあるんだけど、まあ車の名前がついたのは大統領だよね。リンカーンっていうね、こう、暗殺されちゃったんですけど、劇場でね。ものすごく、北と南で
戦争して北が勝ったんですけどね、結局は。